はい、続きからやっていきたいと思います。あのね、さっきね、なんか赤の HP だったんですけど、まあ最低限はね、自然に治癒するみたいですね。歩けるようになれましたね。こんなブービートラップを仕掛けるとは。おっと、長押しでしたね。俺にこんなしょぼい手は通じないぞ。よしよし、はいずる野郎が豪華ショットガンで。別にこのハイズルは燃やせたんですよね。燃やせるな。ああ、燃やせるから燃やしておきましょう。よしよし。うわあ、二人がハイズルって。ハイズル。痛い。でもそんなに効いてない。くそ。燃やすマークが出ない。やばい、死んじゃう。こんな這いずりにも手こずるのか。なんてことだ。燃やすマークが出ないぞ。ある程度減らさないとダメなのか。どうだ。痛い。うわ、やられたのか、まさか。いや、ひどかったですね。たかが足を揺さぶられただけで死ぬとは。なんてことだ。おっと、危ない。食らうかよ。お前さんに襲われたせいで俺は大ダメージを食らってしまったんだよ。弾切れか。くっそ。オッケー。おー、いいですね。まだいたか。ここはスナイパーで。オッケー。まだ死んではいないですね。あれ？死んだのか。まだ生きてるな。ちょっと体が動いてましたね。あれは生きてるな。よしよし。ここはさっきの場所と。ここに爆弾があるということでね。また爆弾か。もう勘弁してほしいな。俺の苦手な。オッケー。よし、忘れずに取ってと。あ、もうこれため取りなんでね。まあその前回ね、まあ失敗したのは言うまでもないけど、まあさっきもね言いますけど、まあ前回のことなんで、まあそこはさっきと言っても許してくださいと。よしよし。でここで這いずりが3体出てくると。こいつら手榴弾で殺せばいいんじゃないですか。あんなにね手こずってたけど、あんまり手榴弾って使う機会ないですからね。ハイズリさん、こっちだよ。ここ燃やせるってことは、ここで燃やしてまとめて燃やせんじゃないですか。あ、生きてますね、このゾンビ。ゾンビじゃない、ホーンテッド。これでも暗い。だかな。
て燃やすと。まとめては燃えないのか。よし、どうだ。おお、すごい、コッパみじんになりましたね。少しなんかかわいそうに思えたけど、まあそれは仕方ないよね。最初から這いずっていたお前たちが悪いと。お、向こうに続く扉が、あ、これはまた向こう側が閉まる。こういうのはいいですね。追ってくるね、この敵の心配がないですよね。よしよし、向こう側にジェルがあるな。なんだあれは。ミイラが太陽みたいに置かれてるぞ。気色悪いな。骨の山だ。また結構長い廊下、廊下じゃない、はしごですね。まあ普通にね、このまあ横からね、横からっていうか平行だったらまあなんか這いずってんのかな、よくわかんないけど。お、ありましたね、石板。2つ目ゲット。でここが開くと。結構時間かかりましたね。うん。一回死んじゃいましたからね。次はもう一回死なないように頑張んないと。あと一つ。あと一つ。あと一つ。足取りが軽やかになってきますね。このろうそくは消えている。なんだ、うわー、拷問室か。ここはキーパーが出てこないことを祈ろう。よいしょ。またレバーがあるな。レバーを押した途端こいつが迫ってくるとかはないよね。テープがある。あのゴマスリの害虫は私の研究を食い物にした。どうやって金庫の番号を知ったのか調べなければ。だが今そんな時間はない。あともう少しなんだ。あのデータは渡さない。あれは私だけのものだ。ただ一つの方法は次に金庫を開けた者に代償を払わせること。なるほど、だからキーパーっていうのか。その金庫の番人がキーパーってことですよね、つまりは。なるほどね。あのレバーが気になりますけど、向こうに道がある。なんだ、うわ、びっくりした。あのレバーを押し忘れた。ああ、なるほど。あのレバーを押すと上からあの針が折ってくると。仕掛けも知ったことで前に進みますか。危ない危ない。こんなところに爆弾が。OK。なんか、うわー、やばいな。落ちたらやばそう、これ。が落ちないと進まないよね。何かレバー的なものはないのか、解除できるやつは。あれはなんだ、あの歯車みたいなやつは。あ、あんなところに。でも上がれないな。うん、どうやって上がるんだろう。なんか撃ってみようかな。
やっぱり反応すんだ。なんだ。いやはやね、ほんと制作者ね、笑われましたよ、見事にね。ほんとに、あれはね、あの手を叩いて笑われてるところですよね、うん、まんまと引っかかった罠に。ああいうふうにね、あの歯車をこういうふうに利用して、なんかこう色鮮やかでしてね、でそこでなんか怒るっていうふうにね、やらせといて一瞬で殺すっていうね。本当にもうちょっと優しくしてくれてもいいじゃないかっていうね、鬼畜の仕様でしたね。あのゴマスリの害虫は私の研究を食い物にした。どうやって金庫の番号を知ったのか調べなければ。ここ上がれんのかな。だが今そんな時間がない、あともう少しなんだ。あのデータは渡さない、あれは私だけのものだ。なんか上に上がれんのかな。ただ一つの方法は次に金庫を開けた者に代償を払わせること。さあ進みましょう。よしよし。なんかやめてくれよ、そういう風に脅かすのは。ああ、生き方が分かったぞ。この手前で撃って、でそれでさっきみたいにあの上がるんですね。なるほど。っていうかすごいですね、さっき偶然したことがここでやることになるとは。でここを上がると。なるほど。何の音だ。おい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 、ふざけるな、お前は乗っていいなんて言ってないぞ。ワウじゃないよ、ちょっと危ない。ワウワウさん外れる。危ない危ない。くそ、さすがに死んだよね。なるほど、倒すと開くっていうね、バトルロワイヤル的なやつですか。ふう、次はどんな死の仕掛けがあるのかな。デストラップが、おやった、注射器ありがたい。それより弾を欲しいけど。ああ、ここ下くぐれんのか。罠かもしれんな。いや絶対罠でしょ、うん、通った瞬間に落ちてきて、あの遊撃だね。さすがにね、二度は通用しませんよ。制作者も舐めてますね、完全に。なんか、うようよ音がする。いますよね。なんだなんだ。お、びっくりした。なんだあいつめ。おっとっとっと、お、バレましたね。てかこいつ勘良すぎじゃないですか。ちょっとお前、玉切れか。そして玉切れ、危ない。燃やせないのか、マッチはないのかな。まあ死んだからいいか。よし、じゃあ行けますかね。こっちか。
おっとっと、ちょっと待ちなさい。なんだ君たちや。あ、いいこと考えついた。こいつらをここに落とせば。落ちるよね。よし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 。こっちにレバーはないのか。よし、いけ。よし、死んだか。なんだこれは。無限に出てくるのか。なんて嫌がらせだ。もう死んでる死んでる。よし、これでこいつらを始末しよう。よし、こいつらをここに集める。なかなか生きがいいですね。上がれ上がれ。よしよし、終わりだ。残念だったね。もうさすがに出てこないよね。ネタ切れか。よかったよかった。長いですね。わざとか。なんていやらしいんだ。なんかジェルとか落としてないのか。すごいですね。串刺しになってる。割れながらちょっとかわいそうだな。なんだ、またか。これはまさか。やっぱりくぼんでるの怪しいんですよね、本当に。で、これは何をするんだ。普通に言ったら死にますよね、これ。しかもデブがいる。急げ急げ。よし、そしてこれを押すと。おっ、危ない危ない。あいつは何だ、何をしてお前、やめろ。弾切れ。そして絶対絶命。おーし、寝てくれた。そこに寝てろよ。今お仕置きの時間だ。すぐ追ってきますね、これ。優秀ですね。おお、くっついてるくっついてる。なかなかここのトラップの仕組みを分かってくるとなかなか楽しいですね。よーし、最後の一つ。ゲット。よしよしよし。まあ一旦セーブしておきましょう。まあでもチェックポイント通過ってことだから、まあいいか。はめてさっさと進んじゃいましょう。どうせ強化もできないでしょうし。うわぁ、進んだら死ぬとかないよね、これ。ここまで行って死ぬとかはないよね。おー、開いた。何か大事なものが隠されてる。なんだこれは、地雷かな。あ、完全に地雷ですね、これ。なんだ、キーパーがいる。そして針の山。あ、なんだこれは。地雷というより、おい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 、なんだなんだなんだ。危ない危ない危ない。え、どういうこと？これ進めってこと？そういうこと。なんだなんだ、おー、ちょっと、おーおーおー、やばい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 。覚えとけってことですか、そういうことか。危ない。なかなかあの反射神経でしょ。実は運動部だったんですよ。
レスリー、大丈夫か？彼女。キッド、キッド。キッド、ここにいるのか？キッド、キッド。彼女は無事か？彼女無事、無事。下がってろ。今開ける。キッドはどこにいるんだ？キッド、キッド、ここにいる。ダジャレですね。非常につまらなかったですよね。なんだこの煙は。今開けるって、あ、ここのレバーか。レバー、いや、こっちは開けるんですよね、これって。あ、なんだ、鍵を打てばいいのか。おっと、なんだ、あ、光の線か。ビビった、糸かと思いましたよ。またトリップワイヤーかと思いました。あ、開けて。あ、こっちね。ちょっと待って、あっちもちょっと見ておきたい。なんだこの煙が出てるな。さあ行くぞ。あ、開けて。おい、待て。レスリー、レスリー、レスリー。出てきた、キーパー。